Peggy 18。デザイナーの藤坂君彦です。ドラゴン3ではキャラクターデザインを中心に、パッケージのアートだったりとか、デザイン全般をお手伝いさせていただきました。今回のドラゴン3のキャラクターに関しては、割とその前のドラゴンの1作目2作目に関してはいわゆるヨーロッパの中世みたいなのを結構意識してデザインしてたんですけども、今回の3に関しては特にメインのキャラクターに関しては、もう少し現代的というか、あまり中世っていうのにはとらわれすぎずにデザインをしてたりします。でその分他の NPC の騎士だったりとかモンスターだったりとかは割と中世っぽい雰囲気を残してデザインをしてます。キャラクターに関しては最初に単純なプロットであったりとか、簡単に名前だけだったりとか、こういうキャラ女の子いっぱい出したいんだよねみたいなキーワードだけだったりすることからスタートすることが多いんで、そこからまずラフをとりあえず書いてみて、こんな感じですかねみたいなやり取りをこのスタッフの方、シナリオの横尾さんだったりとかプロデューサーの柴さんだったりとか、開発の担当のスタッフみんなでね、できる限りの人たちとやり取りしながら、少しずつこう詰めていく感じなので、そうですね。でやっていくうちにキャラの設定が決まってきたりとか、それに合わせてじゃあちょっとこういう曲こういう風に変えましょうかとかっていうやり取りをしていって、最終的にじゃあこれでいきましょうっていう時までやり取りしながら進めていく感じですね。だから最初のスケッチのものと全然違くなるキャラクターもいるんですけど、実は最初の何も決まってない時にラフで描いたほぼまんまみたいなキャラクターもいたりするので、一概にこうこのぐらい変わるものですよみたいなのは言えなかったりしますね。でもなんかメインのキャラクターほど結構変わったりすることが多いかなと思いますけど、今回のトラック3というか横尾さんのやり方なんですけど、これでそのビジュアルを見てから性格をこういうふうにあえて逆に変えたいとか、そういうやり方をする人なので、あまりそのこういう性格だからこういうふうにかだからひねくれてるからひねくれた顔とかそういうものはなくて、割とそのビジュアルに関してはあまり性格は気にせずにキャラクターを作っちゃって、それから逆に実はこういうキャラみたいなのがつくので、パッケージのアートとかに関しては反映してる部分もあるんですけど、デザインに関してはあまり気にせずに描いちゃってます。最初印象に残ってることは、なんか続編の作品で3作目なんですけども、2作目からだいぶ間が空いて、3作目やりましょうってことになったので、だいぶこう時間のブランクがあったので、その世界観だったりとかにしても、その情勢世間の雰囲気とかも変わってきてるので、続編ではあるけど、なんか続編っていうよりは割と新規のタイトルを作ってるような雰囲気があったのがとても印象的でした。